バーディー合戦じゃなくて OB 合戦になってるよ。はい、ゲンチャンネルの時間がやってきました。イエイイエイ、ありがとうございます。今日は森美穂プロと、対決ということでね、ゴルフ場は愛知県の新南愛知カントリークラブ美浜コースさんに撮影のご協力をしていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。一言ありますか、美穂プロ。バーディー取りたい。頑張りましょう。はいはい、ということでこの動画もぜひ最後までご覧いただきつつ、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。それではいきます、せーの。ありがとうございます。いけてる。アウトコースをプレーさせていただきます。1番ホール398ヤードのパー4となっております。僕ドライバーでよろしくお願いします。お願いします。おー、よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。はい、ミホプロ376ヤードパー4です。よろしくお願いします。お願いします。左。ちょい左。自己紹介をお願いします。はい、自己紹介。何型とか。何型とか、そういうことですね。何座とか。森美穂、1992年12月19日生まれ。157センチ。175センチ。だいぶ持った、だいぶ持った。157センチ。高校は福井工大ですね。はい、そう。福井工業大学。付属福井高校。僕の同級生の川村プロがいたんです、ね、そう。でマー君は地元も一緒で仕上げてきてます、ね、はぁ、きつい。デッケーがきついな。バンカー。バンカー135ヤード9番アイアン。うん、ナイソーン。はい、集まーす。これマッチプレーですよね。ストロークっす。あれ、あ、ストローク？ストローク。あ、そうなんだ。僕たちが日本アマンで出た時ってマッチプレーじゃなかったですか、うん、今ストロークプレーになってますからね。ですね。ストロークのが良かったなって思うけど、時代が変わっちゃった。時代は変わってますね。ん、僕はミホプロで行きます。私ゲンちゃんですね。いつも何て呼ばれてるんですか。私、まあ、森美穂とかミホ、ミホちゃん、ミポリンとかもよく言われる。ミポリンよく言われるけど。ミポリン。わあ、どんぐらいだ。40ぐらいあるかな。52度でいきます。はい。うまいね。ちょっと飛んだ。先です。はい。ナイスパー。ナイス。はい、ラクラクパーで。最初はこんなもんでいきましょう。ミオプロ1メートルのボギーパット。はい、オッケー、ナイスセーブ。僕パーで、美穂プロがボギー。2ホール目いきます。これ刻み、これね、なんかバンカー越え、あ、違うわ、260、あ、違う、大丈夫。はい、2番ホール来ました。僕が371ヤードのパー4です。打ってみます。ちょい右。あれはどこ行ったんでしょう。どこ行きました。あれどこ行ったでしょう。斜面、あの木越えていったぐらいですかね。地味にね、左ドッグ、左打ちたいんだけど。329。ミホプロ329ヤードのパー4です。はい、行ってみます。ドライバーで打ちます。ドライバーで、まあ、多分あのバンカー右サイドぐらいでいいかなと。僕と一緒ですね。ゲンちゃん方向。やばい、裏につかないで。あ、やばい。木の下。ちょっと打てるかな。大丈夫かな。行ってみましょう。出ます。また変なとこ来たけど、ギリギリいけそう。葉っぱどかします。木の枝もどかします。見てる、みちゃん。めっちゃ深い。どうかな。いや、ピンチだね、これ。123です、ピンまで。鉢を短く持って軽めに行ってみます。うまっ。
わ、ナイスキックした。最高やねありがとうございます。最高やね。105ヤード51度、ほんと深いのよ。とりあえずね、ザッて振る、ニュルって緩んだらダメなんで。うん、やっぱ男子のパワーで出ないぐらいなんで。めっちゃ深いもん。しかもウェッジぐらいの番手持ってて出てないんで。超深い、うん、相当ですね。でも割とこのコースバーディー合戦ここ、うん、ですね。距離があんまりない。フェアウェイに打てればですね。100ヤードで勝負、うんうん、はい、僕15ヤード51度でいきます。おお、ナイス。入んないね。いや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 、もうさすがですね。ナイスパー。いいえ。入ら。やっぱそうですよね。硬いですよね。10メートルのスライスラインです。10のスライス。ああ、切れる。うまかったね。ナイスパー。はい、出ます。はい、両者パーで3ホール目いきます。はい、さっきの時松さんのって跳ねなかったら入るってことですか。ガチャーンって入る、入る時もある。ディレクターすごいでしょ。たまにはたまにはディレクターね、いいとこ見せないと。はい、3番ホール来ました。525ヤードのパー5です。左ドッグらしいんで右に打たないといけないです。じゃあいきます。フェアウェイ右サイド、はい、おー、我慢。右サイド行ってるけどね。あれどうですか。ちょっと待って、ギリギリぐらい。暫定球打ちます。4番から1番、はい、狙いを変えます。フェアウェイ真ん中。おー、これは逃げたけどな。カッ、1球目の方が OB だな。いやでもあの下に落ちてれば大丈夫だけど、見えないからわからないですね。そう、ちょうどあそこが浅くて。ミホプロ490ヤードのパー5です、はい、狙いはセンター。めっちゃ左。ちょっと左やね。あ、大丈夫かな。いるセーフ。はい、まあ僕 OB 臭いからね。なんかなビビったでしょ。ビビった。いや申し訳ない。ここね、よく右やるから。得意クラブはありますか。私はパットが得意です。お、パター。はい、パター。最近思ったんですけど、やっぱパターが一番大事。私的にはショットが大事だなと思っちゃう。マジですか。うん、ちょっとね、グリーンに着くまで遠回りしてきちゃうからそこが大問題。パター好きっていいですよ、ね。うん、あった、斜面に。あ、あるかな。あそこちょうど広げてるところにあれば。愛知県初 OB。 どうかな。 OB です。ちょっと見当たんないですね。やっちゃったよ。いやもうほんと直角に曲がる感じなんで、ラフの前下がり左足上がり。どのぐらい、130ぐらい、120、130って1回レイアップですね。あー、やばいやばい、入っちゃった。嘘、出てこないね。やっちゃってますね。やばい、ボールないボールないバーディー合戦じゃなくて OB 合戦になってるよ。前のドリンクホルダーのところにあるんですけど、スリクソ3番です。ラフだから突っかかって左飛びやすいからもうちょっと右にライン取ってちょうどいいと思う。狙いすぎない。そうそう、これでいいんですよ。イエイ、ナイス。出ます。僕ね、250ヤードピンまで4打目ピッチングウェッジで打ちます。もらいます。ナイスです。あ、ちょっとラフ。ラフ。ああ、もう感覚、イメージがわからん。こんだけドッグレッグしてると。もう直角ですもんね。アップ入れて175。ミホプロ175ヤード7番ウッド。はい。
花道方向で全然狙ってないけど123、51度でいきます、ナイスです。ありがとうございます。いいと思います。バッテリー落ちた。はい、ということでバッテリーが落ちまして、暑さでカメラが2台体制から1台体制になりました。しかも持ってるのがうちのボスですね。新南って暑いの？あったかいですよ。あったかいですか？うん、冬でもちょっとあったかい。さっきからあの猫がずっと狩りしてるのが気になって。猫いますから猫がねすごい気になるカットじゃなくてキャッキャッ。52、52でいきます。20ヤード52度です。うん、ナイス。ありがとうございます。ナイス。僕10メートルぐらいです。スライスフック。あ、重たい。重いですね。2メートル半ぐらいのダブルボギーパット。ナイス。ダボ。はい、私もダボパットです。はい、1メートル。うん、OK。両者ダブルボギーということで。そうですね、そろそろ本気出していきたいと思います。そろそろ、はい、うん、頑張ります。はい、4番ホール230ヤードのパー3です。4番アイアンでいきます。フォロー、はい、よろしくお願いします。お願いします。おー、ナイスショー。筋ってますね。筋ってる。おー、ついた。いい感じで。ついてます。ついてます。来てます。ありがとうございます。あらー。4番アイアンで230行くんですね。フォローだったから220ぐらいかなと思って打ちましたけど。すごい。197。197。フォロー。フォロー。そうだな、4番ウッドで。4番ウッド。行きます。はい。うん、ちょい流れてる。我慢。トップ。ちょっとこぼれた？ちょっとこぼれましたね。うん、惜しい惜しい。はい、ゲンチャンネル質問コーナー。イエーイ。ゲンちゃんとの接点。接点がね。接点はない。あんまりジュニアの時に試合で会ってるぐらいで、そう、ね、そう、ここ本当10年ぐらいはなかなか会ってないですよね、うん、ですね。だから挨拶ぐらいは多分交わしたことあって、そんな仲良くしてた感じじゃないですもんね。仲良くしてくれなかったんですよ。いやいやいや、そういうことじゃなくて、なんかタイミングがねやっぱ合わなかったっすよね。そうそうそう、接点はないけど、まあ挨拶ぐらいはしてた感じですよね。そうですね。ということで、ゲンちゃんとの接点は質問コーナー終了。イエーイ。終わっちゃった。イエーイ。はいはいはい。スキンケア、スキンケアね。あ、最近ね、うん、あの日焼け止めをやっぱり塗ったりして、どうしても肌が荒れるっていう女子プロが多くて、こうテイクバックとかでここが擦れるじゃないですか。擦れる擦れる。擦れて化粧が取れて日焼け止めも取れちゃうから、あと鼻の下、鼻すごいこうやって触るから鼻の下だけ日焼けしちゃうから、ヒゲ生えてるみたいになっちゃう。もうそれがヒゲ生えてるみたいな、それ悩み。そう、すっぴんになるとヒゲが生えてるみたいになるのが悩み。ヒゲは生えてないんだけど、そう、なんかね化粧取れちゃうからここだけ焼けちゃうのが悩み。てか、玄ちゃん近い。ありがとうございます。18ぐらいの登り。僕がチャンスで、ミオプロがね、ちょっとピンチって言えばピンチ。クラブこれ58持ちました。え？あー、おー、ナイス。ありがとうございます。僕が 1.5 メートルのスライスライン。おー、近いなぁ、ね、これは入れないといけない。ナイス。出せます。ナイスバーディー。バーディー。すごい、楽々。新南初バーディー。このホールででかいなぁ。いや、ほんと。230ですよ。はい、私はパーパット。50センチ。ナイスパー。ありがとうございます。僕がバーディー、森プロがパーで5ホール目に行きます。はい、はい、これミホプロすごくないですか。これ
そう、ここゴンドラで。これ新南の名物じゃない？そう、これいつも試合の時も選手はこのゴンドラに乗っていけるんですけど、カートごと乗るんだよ多分。ゴンドラに乗って、うわ、ね、5番ホールに向かいます。これはすごいな。新南名物。カートも一緒に行きまーす。時松流行初ゴンドラー。ゴンドラー。ゴンドラで上がっていくの分かるかな？分かんないか。分かるかな？これはすごいね。すごいですよ。なんか人だけ乗るのはありますけど、うんうん、カートごとって俺初めてかな。すごいわ。到着。すごい。ゴンドラ降りてトンネルくぐって次です。ゴンドラさよなら。これはすごい。おお。どんな絵普通じゃないですか、いたって。はい、出ますよ、D。はい、トンネル出ました。出ました。何の絵、何の絵、ゴルフ関係ない。新南の車窓から。新しい番組ですね。はい、NHK っぽい。ほんと狭いね。そう、狭いの。492ヤードのパー5です。短いけど右が OB らしいので、うん、ちょっと左に打たないといけませんね。さっき失敗したから。おー、ナイショー。ありがとうございます。ちょっと左か、うん、どこまで行くのかな。バンカー手前ぐらいかな。4つ目ミオプロが470ヤードぐらいですね。ぐらい多分。こんな右から打ったことない。ちょっと左狙いですか。あのバンカー方向でね、パールターゲットで行きたい。あらー、マイケル・ジャクソンね。あらー、捕まりました、森選手。捕まりました。僕が勝ったら、うん、森プロの知り合いの女子プロ、うんうん、でこれちょっと出てくれそうな人を呼んでいただきたいなと思って、うんうんうん、僕が負けたらミオプロの今欲しいものを購入します。おお、欲しいものってね、なんか考えたんですよ、はい、なんかあんま出てこなくて、なんだろう、そう回りながら考えようと思って、これどこ行ったらいいんだろう。やばい、傾斜がとボールと自分の距離がこう変わらないようにしますね。うん、お相撲さん、これは結構下がってるから、ほんとお相撲ぐらい。いきます。9番ウッドです。結構打ち込む感じで。やばい、木に当たって甘い。惜しい。あー、もうグダグダ。いや、前下がりがね、急だった今の。かなりかなり急。200ヤードぐらいです。まだそうですね、そのぐらいはあるか、うん。もう一回9でいきます。うまいね、ナイスアウト。ありがとうございます。全部こっから見たら見えない。はい、190ヤード8番アイアンでいきます。行ってみましょう。できることはやった。何もない日ってあります？何もない日もありますよ。で、うちウサギいるんですよ。ラビットいるから、ラビットと遊んでるかも。ラビットの餌は大丈夫ですか？ラビットの餌1年分ぐらい。あ、いいですね。ラビット喜びます。おやつとか。それでいいですか？うん。決定。いや、ラビットの餌でいいですか？本当に。はい、ラビット、リンゴとか大好きなんで、リンゴとか欲しい。リンゴ、リンゴ定期便。いいですね。リンゴが好物なの？リンゴと大葉が好きです。大葉？はい、ちょっとなんか癖のある草が好きで。そう、でも大葉が一番好きですね、葉っぱ系だと。58でいいですか？58です。はい、70ヤード。うわ、重い。うまい。どうかな。ナイス。ありがとうございます。しっかり根がありますもんね、うん。30ヤード、51度。こうね。うまい。方向が右だった。ちょっと流れましたね。はい、グリーン来ました。僕は3メートル。あるならスライス。スライス。上りです。
あ、惜しい。あ、惜しい。惜しい。必殺くるり。もはや必殺だ。入らんわ。はい、私は2メートルの結構スラですね。スライスですね。結構曲がりそうなスライス。あーパターうまい。ありがとうございます、はい、両者パーで6ホール目いきます。いやー、まあ、ナイスパーやね。ありがとうございます。70ヤードからパー。はい、6番ホール来ました。195ヤードのパー3です。6番アイアンでいきます。おー、6番。はい、ケンちゃんが打ちます。6番アイアン。左だ。どこ行ったかな。ガッガッ。おお、ナイス。170。あ、9番ウッドかな。この9番ウッドが23度なんで4番ぐらいですね。4番やんぐらい。そうですね、ロフトが。これがナイス。ありがとうございます。ゲンチャンネル質問コーナー。はい、逆質問いきます。逆質問。逆質問。あ、なるほどね。はい、はい、じゃあこれでいきましょう。ででん。年上は何歳まで OK？ 35歳ぐらい。意外と幅広い、うん、下は犯罪にならないから OK です。結構幅広め、幅広め。20歳からにしよう。恥ずかしい。終わり。ゲンちゃんファン必見。じゃあゴルフに戻ります。7メートルのスライスライン。ゴルフに戻ろう。うまい。 いや、 やっぱ弱いよね。ちょい弱。ナイスパー。はい、ペ。はい、距離一緒ぐらいですね。7メートルスライス、うん、あー全然乗ってない。重いよね、こっちから行きそうで、下ってんすけど。ナイスパー。はい、パーでした。今日はね、祝日なんですけども、ゴルフ場さんのご厚意で回らせていただいても、いや、本当ありがたいね。ありがとうございます。ありがたいです、本当に。7番ホール、418ヤードのパー4となっております。おー、よいしょ。カッカッカッ。森プロのティーに行きたいと思います。ラフ。森プロ373パー4。狙い目はフェアウェイ左サイド。はい、右ラフ。厳しい。修正すぎました、森プロ。私結構残ったんじゃないかな。ちょっとラフも深いんで、ユーティリティでいきます。 U5 でいきます。左手前は OK かなっていう感じでいきたいと思います。いい音したね。どうだ。147ヤード8番アイアン、アゲンストです。うん、はい、ありがとうございます。8メートルのフックラインいきます。いけ。もうフックしてるわ。ミオプロも8メートルぐらいでいいですかね。8メートルぐらい。はい、あー弱い。重たいっすよね。重い、重い。ナイスパー。はい、ありがとうございます。引っ掛けた。やーっとー。ちー、やばい、やばい。ウサギの名前は何ちゃん。モナです。視聴者の皆さんにウサギを飼ってる人はいるんでしょうか。それでコメントもらう。皆様のご自宅では何を飼われていらっしゃる方がいるのかちょっと知りたいのでコメントをいただければと思います。ウサギ飼ってる人いますか。なんか変わった生き物を飼ってる人とかいるのかな。で、それもコメントいただいて。321ヤードのパー4です。ナイスショー。304のパー4。スーパーキック。スーパーキック来い。あー、
まあまあまあ、ギリギリ、はい、今日フェアウェイから打ってないかも。107ところぐらいに全ホールフォローに感じるね今日ですね。早く落ちてほしい。ああ、まあね、いい感じじゃないですか。僕53ヤード、58度こういい感じのキックしましたよ、そこの傾斜取って。お願いします。これうまいわ。なんならカップ舐めたかも。この辺に落ちて25ヤードなんで、エッジから20ヤードぐらいランしてますね。グリーンがこういう感じ。ナイスバーディー、はい、ありがとうございます。10メートルぐらいですね。ここも結構重たいと思われます。そうっすよね、多分、うん、あれだけ手前から転がってるんで全然いかない。めっちゃ壊れたね。やばい。 1.5 メートルのフックです。うん、ナイスパー、ありがとうございます。ナイスパー、パー、はい、僕がバーディーで森プロがパーで最終ホールに行きます。はい、トータルは4オーバーと僕イーブンパーなんで4打差になりましたけど、はい、まあ、何があるか分かりませんから行ってみましょう。アウトの序盤がちょっと トリッキーな感じ。 OB 合戦した3番ホールがやっぱ難しいわ。そう、3番が一番難しい、個人的には。なんか距離がないから、うん、500ぐらいしか、うん、そうなんですよね。色気出ませんか、うん、出ますね。バーディー取りたいみたいな。おう、うちのディレクターゴルフ経験なしです。そうなんですか。そう、見たこともないのに、うん、あの撮影と編集を始めたっていう。え、すごいですね。成長しました。もう目で追えるようになったのが本当すごい、ね、でもそうですよね、やってないと追えないですよね。短期成長型。9番ホールが426ヤードのパー4です。ローボール。おお、言った通りのローボール。あ、完璧です。おしゃれ、ローボール。おしゃれいただきました。おしゃれ。美穂プロが388ヤードパー4。ちょっと左捕まってますね。バンカー入ったか入ってないかだね。入ってた方がいいかもな。いろいろ今スイング調整中ですか。変えてはいますね。クラブも変えてるし、うん、調整中ではある。僕も昔、うん、ワンちゃんを飼ってたんですよ、家で。でやっぱワンちゃん死んじゃって、うん、すごい悲しくて、うん、そこからやっぱ飼わなくなったな。やっぱそうなんですね。すごいちっちゃかったし、まだ僕も、うん、ならないで。可愛いから余計、うん、ペットロスはやばそうです、うん、もう本当長生きしてほしいね。本当っすよね。え、そんな160か。ユーティリティ2本ください。また木がかかる。そう、絶妙にかかってますね。あのバンカー越えていきたいから、ユーティリティの6番。いやー、トップした、ね、バンカー手前かな。はい。がっくし。やっぱバンカーはダフりやすいから薄く取らないといけないんですよ。球だけ取らないといけないから、ギリギリを打っていかないといけないから、結構ね、いやらしい時がある。はい、僕が114ヤード51度おお、ちょいでか、うん、ちょっと大きいけどナイスです。ありがとうございます。今日のターフね、いい感じ。あのやっぱフェアウェイの目がすごいからなかなか掘れないですね。僕が森プロのスポンサーさんを紹介したいと思います。紹介コーナ ー、ありがとうございます。やっとボールはフリー。フリーです。なるほど、はい。でウェアがトミーヒルフィガーさん。トミーヒルフィガーゴルフです。小物もあります。かわいい。マーカーとかこういうのもあるんで。かわいい。あー、マークね。そうなんです。はい、小松開発工業さん、イエーイ、と所属先の TS テックさんで、アルゴグラフィックスさん。アルゴグラフィックスさん、イエーイ、イエーイ、イーギャランティーさん、イーギャランティーさん、イエーイ、キャリーバッグ、キャリーバッグちょっと見えない、見えないけど、飯田通商さん、飯田通商さん、はい、
結構飯田通商さんって女子プロ多いですよね。そうです ね結構たくさん選手を応援してもらってて、ね、ということでね、はい、美穂プロ誰と仲いいですか、女子プロ。吉野茜プロ分かりますか、小妻琴乃ちゃんとか。あ、同級ですもんね。はい、同級生とかのお姉ちゃん、あ、ジンクのお姉ちゃんとか、ここのトーナメントで優勝してるんですよ。あ、そう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 、そう、そうなんですよ、涙の初優勝で。プロ誰紹介してほしいですか。ぜひ仲いいプロを、仲いいプロ、ね、吉野プロ、吉野プロでもぜひ吉野さん。はい、50ヤードありますね。58度ですね。58で、わあ、食われた。ちょっとめっちゃフックライン結構引っかかっちゃいましたねいやー厳しいここでね、プチ情報。これ扇風機あるじゃないですか。これゴルフ場でたまに見ると思うんですけど、これなんであるか。グリーンがね、夏は暑くなると枯れてしまいますよね。だからこの扇風機を使ってグリーンを冷やすんですよ、枯れないように。ずっと暑くて雨降らないと、どんだけ夕方とか水撒いてもやっぱ熱持ってるんで、その予防です。ということでプチ情報コーナー、はいでもこれ回ってると涼しいですよね、うん、ずっとあそこで、ね、私パーパット、はい、5メートルぐらい、13、はい、4、5、あー、ちょっと曲がったね。先です、はい、うん、うまいっす。4メートルのスライスライン、はい、入らんねー、うん、ネスパー、はい、ということで9番ホール終了しまして、僕がパー、森美穂プロがボギーとなって僕の勝利ということで、ありがとうございました。なりましたあの森美穂プロの知り合い、仲のいい女子プロを呼んでもらえればと思いますし、はい、森美穂プロ負けてしまったんですけど、敗者復活戦よっしゃということでね、見てもらってる皆様にいいねを押してもらうのを、1万いいねをもらえたらモナ君のリンゴ1年分定期便で、視聴者の皆様どうかたくさんのいいねをよろしくお願いします。お願いします。1万ですからね、1万いいねを、もう皆さんの、はい、ご協力をよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますので、特にいいねですね、たくさんペン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 という感じでね、押していただければと思います。この辺で失礼したいと思います。せーの、いいね、お願いします。バイバイ、はい、ありがとうございました。サムネとミオプロ今日使ったボールもらってもいいですか、はい、プレゼントあれで、あとでサインもらってもいいですか、はい。